皆さんウェイ、パリパリパーリーのパリの方、桑原優希です。皆さんウェイ、パリパリパーリーパリの方、本土楓です。皆さんこんにちは、検証 TV の曽根健太郎です。皆さんこんにちは、検証 TV の尾形優乃です。そう、はい、僕ら3人はせーのワキ、アイムさあ、誰も知らない、そのなんですよ、これも誰も知らない。パリパリ検証 TV 交流トーク、イエーイ、ウェイ、何かも分かりませんけど、ね、はい、かわいい、曽根さんとお揃いですよ。あ、どこがただ僕がね、いい声出して入会させちゃうと多分最終回です。クワちゃんは笑わせたい、はい、それなんですか。お題、桑原優希さんが R1 グランプリ2023出場にあたって芸名を使うようです。何桑原？大喜利だ。うわー、怖い。てれ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 、あーで一本。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほいパーリーゲーム、シュワッフー、やりやりやりパリジェーン。どうぞ、パリジェーン。5 4 3 2 1、 わ、ダメだ、パリジェーン。うわこんなことある。猫が入っても気づかないような、これけけまけけけ猫が入っても気づかないようなけ。パリパリパーリーワードセンス検証、はい、愛してるよ。素晴らしい、こんなにストレートに、ツバに見せたいと思います。大形優奈さんは番組中などよくメモを取ることで知られていますが、 ね、その様子に名前をつけるとしたら、今もねメモ取ってますよね、取ってましたね、わざめみたい。トネさんが微笑ませることによって場が全て終わっていく、ターンエンドを迎える。まさに死神じゃない。パリパリパーリー2人のワードセンスは、パリパリ VS 検証 TV シンクロ対決、はい、負けないぞ。出ました、最初のお題こちら、パリピ。おー、わかりました。これは、これは、うん、パリピのポーズを取ってください。うん、はい、確かに、このポーズはあれですよね、5万円貸してください。違う、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 違